特に、キリスト教教義士の研究者として知られるほか、ベルリン国立図書館長、マックス・プランク教会初代総裁を務め、いわゆるビルヘルム帝世紀のドイツにおける、教育行政に深く参与した。当時ロシア帝国領であったデルプトに、進学者テオドジウス・ハルナックの第二子として生まれる。1868年に、デルプト大学に入学する。 1872年に、ライプツヒ大学に移り、同年に、博士論文、グノーシス主義の歴史の資料批判についてによって、進学博士号を取得。1874年に、大学教授資格試験に合格する。1876年に、ライプツヒ大学院外教授となる。1877年に、 当時のドイツを代表する神学者の一人であった、アルプレヒト・リッチュルの面識を得、以降いわゆるリッチュル学派の一員とみなされるようになる。1879年に、義仙大学の教会士担当教授に就任し、同年に、アマーリエと結婚。1886年に、マールブルク大学に転任し、ここで、組織進学者、ビルヘルム・ヘルマンと進行を結ぶ。 さらに1888年10月にベルリン大学に着任する。ベルリン着任後、ローマ史研究で知られるテオドール・モムゼンの推薦により、プロイセン学術アカデミー会員となる。1905年にベルリン王立図書館館長に就任し、現在のウンターデンリンデン館建設に尽力する。この功績により1914年に貴族に助せられる。 1911年、自然科学及び医学の研究専門機関として設立された、カイザービルヘルム協会の初代総裁に就任。1926年には、学術界への貢献が認められて、ドイツ国は下手賞を受賞。1929年に、ベルリンダーレムに建設されたマックス・プランク協会のレセプションホールが、ハルナックハウスと命名される。 1930年にマックス・プランク医学研究所の開所式に出席するため赴いたハイデルベルクで隠し、ベルリン郊外のアルテザンクとマテウス墓地に埋葬される。自由主義神学の戦に立ち、リッチュルの思想を受け継いだハルナックは、ルターの宗教改革を最も純粋なキリスト教への回帰として捉える。従って、ローマカトリックの伝統的な見方とされる、 教会中心の救済士官や、それと一体的に語られるところの、救済に関する教会の権威を退りける。主張、教義士教本によれば、特に古代キリスト教の教義士は、福音のギリシア化、すなわち、イエスの福音という、核を、ギリシア文化という、核が覆っていた歴史であり、肥大化した、核を除去して、核を再発見したのが、宗教改革であるとする。 イエスの福音への原初的回帰を、プロテスタンティズムの本質とする立場から、同時代のプロテスタント教会の権威的な行動には、批判的であり、使徒信条を批判する牧師が、教会当局に処分される事件が発生するたびに、教会当局を批判する論人を張った。このため、教会当局からは礼遇され、ベルリン大学天人時に、人事上の妨害を受けたほか、 当時の代表的な神学者でありながら、教会の養殖や栄誉とは長い間無縁であった。教会との関係が回復するのは、ドイツが第一次世界大戦に敗戦して、バイマル共和制に移行すると同時に教会が国家の一機関としての地位を創出し、そのあり方を大きく変えざるを得なくなってからである。イエスの福音への集中は、キリスト教の本質において、 さらに強調され、教派特有の教義や、教会組織に束縛されずに、個人的かつ内在的に、イエスの福音と結合することを中心とする、キリスト教官は、幅広い支持を得た。同書はドイツにおいて1950年まで聖書を、除けば最も多く売れた、宗教書の地位を保持したほか、少なくとも14カ国語に翻訳されて、世界中に影響を与えた。 また、ハルマックはこの中で、福音とは、イエスが語った福音と、イエスについて語られた福音の二重構造であると主張したため、伝統的な神学理解の側からは、激しい批判を受けた。その他、シノペのマルキオンに関する研究書、マルキオンにおいて、旧約聖書をすべて排除し、自ら改編した。 ルカ福音書及びマキカイ書館とヘブライ書を除く10のパウロ書館のみを聖典としたマルキオンをプロテスタントの先駆者であると示唆したため第二次世界大戦後にブーバーらによって反ユダヤ主義の権威をかけられることとなった現在ではハルナックやその著書に反ユダヤ主義的傾向を乱す向きはほとんどない晩年に カール・バルトからの激しい批判にさらされたこともあり、20世紀後半期には、考慮されることの少なかった、ハルナックであるが、後代への影響は、小さくない。次世代の進学者であるバルト、ブルトマン、シュバイツァーなどは、ベルリン大学在学中に、ハルナックから直接学んだ経験を持つ。第二次世界大戦中にハンナチスのキリスト者によって、組織された。 告白協会で活動した夫をディベリウス、ボンヘッファーらは、ハルナックのゼミ生であった。ティリヒは、キリスト教師創始の中で、ハルナックを、リッチュル学派における最大の人物、世紀を代表する最高の学者の一人であると評し、福音のギリシア化、グノーシス主義の影響と、拒絶、二重福音説の指摘を、ハルナックの業績の中で特に評価している。 福音のギリシア化を提示したことは、ヘレニズムとヘブライズムを分離する試みを促し、グノーシス主義への関心をさらに高め、イエスの福音をパウロの指針と分離して、マタイ、マルコ、ルカの三福音書を中心に見出そうとすることに貢献したとする。これらの神学的方法論は次世代の神学者たちに様々な形で影響を与えた。1876年。 エミール・シューラーラと共に、書評誌、進学書評を創刊。1882年に、ゲップハルトと共同で、古代キリスト教文献の歴史、本文と口中シリーズの刊行を開始。1886、7年に、進学評論誌、キリスト教世界を創刊。1890年に、 プロイセン学術アカデミー会員として、初期300年間までのギリシア恐怖プロジェクトに参加し、教会恐怖委員会の委員長を務める。同プロジェクトによって50冊余りが刊行された。また1900年には、プロイセン学術アカデミー史刊行の責任者を務め、後に、同アカデミー総裁職に就く。1890年。 ドイツ福音主義社会協議会の創設に参画、後に議長を務めた。またディルタイ、デルブリュックらとともに、女子教育の進展を後押しし、ドイツの大学への女子の入学及び博士号取得に貢献した。1925年に、女性で初めて、ベルリン大学において、進学博士号を取得した、三浦アンナは、ハルマックの教え子である。キリスト教の本質は、 原著出版当時いち早く日本語に翻訳されており、2021年現在に至るまで延べ4人の役者による多数の日本語版が存在する。ベルリン大学に留学した日本人のうち、安倍総、原田助、畑野誠一、黒崎幸吉などは、春ナックの講義を直接聴講したとされる。 あとにニューヨークユニオン進学大学院の歴史進学教授となったアーサー・マギファートはドイツ留学中にハルナックから指導を受けている。ユニオン進学大学院でマギファートから指導を受けた日本人進学者のアリガ・テツ日野・マスミ、ウオキ・タダカズラはハルナックの孫弟子と言える。1913年10月28日、ダーレムのカイザー・ビルヘルム研究所にて、 ビルヘルム2世、軍医召喚、フリードリヒ・フォン・イルベルクと歩ルク・ハルナック。1886年、プロイセン文部省官僚で、大学行政に、絶大な影響力を持っていたフリードリヒ・アルトホーフの、知域を得る。アルトホーフの後押しにより、プロイセン両方協会の妨害にもかかわらず、ベルリン大学に着任し、以後、政治にも参与するようになる。 当時のドイツ皇帝ビルヘルム2世を呼び、最小ベートマン・ホルベークから信頼を受け、たびたび助言を行った。1914年、第一次世界大戦回戦に際しては、ドイツ皇帝の回戦演説を起草。さらに戦争を支持する93人の知識人による、知識人宣言にも署名するが、翌年には、デルブリュックらと共に恩恵な早期集結を求める。 路線に転じた。第一次世界大戦の敗戦後、バイマル国民議会の求めに応じて、国立大学進学部の意義について提言を行い、ドイツの国立大学における進学部存続に貢献する。また、バイマル政府から中米ドイツ大使就任を要請されたが誇示している。ハルナックの著作は生前観光のものだけでも49冊あり、その他論文。 評論、雑誌に寄稿した短文なども含めて1600を超えるとされる。以下に主要なものを挙げる。ありがとうございます。